5月27日は松ヶ宅地区間6番館霧の進水日である。霧は帝国海軍が大東亜戦争末期に運用した駆逐艦である。1944年2月1日に起工、1944年8月14日に竣工、昭和20年1月上旬に内地祈祷と海軍交渉で修理を行った。その後は内海西部で行動して終わり戦を迎え、ソ連軍に引き渡された。ごめでとう霧、帝徳は心の底から祝うよ。皆一同敬礼、万歳万歳。